よいしょ。こんにちは。こんにちは。なんか チークが薄い気がするので足します。こんにちは。こんにちは。あ、お菓子もありがとうございます。お疲れ、お疲れ様です。なんかメイクもさ、画面と現実でもまた発色が全然違う。色が飛んじゃう、光を焚いてると。よいしょ。こんにちは。涙袋にハイライト入れた。あ、涙袋に公演とか前座とかコンサートとかではいつもここにラメつけてるんですけど、いつもは配信だけだったのでラメつけてなかったんですけど、今日はラメつけたから多分ギラギラしてる。こんにちは。アップデートしよう。大好きな今日が、まんまんまんま、急いで支度したからさ、間に合わないかと思って焦った。前髪とかもボッサボサだったから。ギリギリ間に合ってよかったです。なんかアホ毛があるぞ。あー、なんだこの髪の毛。気になる。これ何？え、この一本何？どうしたの？これどこの毛だろう？あ、なくなった。よいしょ。ふう。バタバタしてたからさ、暑い、ちょっと。ハートもありがとうございます。抜いたりしな。抜かないよ。なんか星の子じゃない、間違えた。ダメだ、もう最近いろんなものに詰め、あれなんだっけ、もう言葉も出てこなくなっちゃった。あの推しの子のなんか実写のちょろっと動画みたいな、なんか踊ってる動画見てたんですけど、さっき可愛かった。あの斉藤なぎささんとかが出演されてる動画なんですけど、可愛かった。こんにちは。そう、ワンピースです。ちょっと今立てないんですけど。確かにちょっと涼しめかも。でも今日天気もさ、晴れてましたよね。今日はいい天気だった。でも大変だね、寒くなったり、ちょっと暑くなったりとかして、服装も悩むよね。寒い日暑い日交互に来ちゃうと衣替えもなかなかできなくて。こんにちは。クールジャパンイブ楽しみです。お、一緒に楽しみましょうね。
仕事は、お疲れ様。遊びに来た、ありがとう。今くらいが一番好き。おお、確かに。お化けありがとうございます。今日はこの枠は30分かな。3ってさ、指で作るの難しいんだよね。無理だ。30分、どっちだ、こっち。5時半までやります。職場で大音量でちょ、大音量はやめてもらって恥ずかしいからお仕事頑張って。さっき眠たくなりました。そうだよね、わかるよ。何かやった後は必ずせん、睡魔が襲ってくるんです。でも私昨日はどのくらい寝たんだろう。お家帰ってきて配信して、休んで配信して、住んで配信して、配信終わって課題やって、でも昨日6時間くらい寝れたんじゃないかな。だから今日は全然眠くない。ヤクルト1000はもう僕の中ですヤクルト1000ってさ、眠くならない、ん、眠くならないようにするやつなの。なんかさ、このくらい大きいやつだよね。こんぐらい、ヤクルトってこんくらいなんだけど、このくらいなんだよね。あ、ほら、ありがとうございます。筋トレやってる？やってますよ。レッスン、リハーサル、レッスン前にもダンスの先生が体幹トレーニングとか一緒にしてくれるので、そうやってます。明日も朝配信ありますか？明日もね、ちょっと明日のスケジュールがまだあれなので、そのスケジュールによるんですけど、でも朝どうなんだろうね。ちょっと集合が早い気が していてですね。でもできるならしたいなって思っててちょっとまた遅くなっちゃうと思うんですけど、メールかに書きますね、スケジュール。あとはショールームだったら配信予約を入れようと思うので待っててください。こんにちは。プロテイン、プロテインさ、私さあんまり飲んだことなくて、そう、何がいい、なんかいっぱいあるじゃないですか、種類、プロテインも。だから結局何がいいのか分かんなくて飲まずなんですよね。こんにちは、こんにちは。5時だとお仕事終わりの方が多いのかな。お仕事中の方も いらっしゃると思いますか。これからお仕事の方も多分いますしね。頑張ろうね。あと数時間、今日は数時間、まあそうか、数時間だね。珍しく平日休みだったの。お、お休みだ、よかった。満喫できました、お休みは。みんなお休みの日って何してるの。私はさ、よくチャートとかなんかで、何今映画見てるとか、
さ言ってるけど、みんなが平日じゃなくて休日というか、みんながお休みの日何やってるか全然知らなかった。こんにちは、ソファーの上で一日過ごしますまあいいね、ソファーの上で一日過ごすのもいいでしょうこんにちは、初見ですありがとうございます。中学の合唱コンクールに行ってきた。お、やばい、合唱校懐かしい、合唱校懐かしいな。中学校の頃あって、そう、ゴロゴロテレビ、いやいいね。お菓子もありがとうございます。休みは18時間寝てます18時間も寝てるの私もそのくらい寝たことあるから何にも言えないんだよなでも寝るのって幸せだよね。何回も見てしまった。こんにちは。なんかなんで寝てる時って本当にさ時間過ぎるのあっという間なんだろうね。なんか寝た気がしないよね、勝手に時間が過ぎてくから目閉じてたら明日は時江鉄イベントかな、昼公演間に合うかな。ああそうだね、どうだろう、間に合うかな。でももしかしたらちょっと途中でドローンしないと間に合わないかもしれないかもしれない。お忙しだねみんなありがとうございます。でも嬉しい、来てくださって。こんにちは。この配信で自分のなちゃんの配信訪問回数77回目、お、ラッキーセブンじゃん、やったー、77、イエーイ77、いいことあるね今日じゃあフォロワー1660、わーすごい嬉しい、ありがとうございます。わー、でもそう、このさ期間いろんな方が訪問してくださったりフォローしてくださったりしててとても嬉しいです、ありがとうございます。やったー、こんにちは。3日と9日に STU48 さんのメンバーと一緒にクルージングアイベントも見に行きますよ。お、え、 STU さんの方と一緒に行くってことですか、すごい、なんだそれ。こんにちは、77イコール7、そうだよ、77イコール750人以上、わあすごい嬉しい、ありがとうございます、たくさんの方が、嬉しい嬉しい遊びに来たよ、ありがとうございます。また来たくなる配信素晴らしい、いやいや皆さんのおかげですよ、コメントしてくださったりね、いろいろつぶやいてくださったりありがとうございます。こんにちは、笑い方私本当にうるさいよ、本当に大笑いすると多分耳キーンってなるよでもなんかこういう配信を通してさ好きになりましたって言ってくださる方もいてとても嬉しいですはツヤンツヤンのメイクにしました。そう、こんにちは昨日ね、夜に爪のケアをしたんですよ。だから今爪が
綺麗でテンションアップなんか甘皮処理とかあるんですよ、ネイルって。それをお家でやっててうまくいったのでテンションが上がってます。こんにちは。今体温測ったら38度7分です。え、お熱があるんじゃないですか。大丈夫、こんな私の配信見ないでゆっくり寝て休んでね。こんにちは。ネイルケア私もたまにやる。みんなもネイルケアよくやりますか。ヤスリで爪するの、そうヤスリでこうやって削ってます。でも本当はそのネイル屋さんに行って綺麗にしていただきたいんですけど、でもそのなんて言うんだろう、ネイルっていうネイルができないので、研究生はね。だから整えてもらうだけにちょっとお金を出すのもなんかなと思っていけてないんですじゃあ寝ますねじゃあこれをラジオ代わりに枕元に置いて寝てください。ユンケ一番爪きれいな子ってどの、爪がきれいな子、でもね、みんな磨いてる子いいよ。ユンケ磨いてツヤツヤにしてる子いい。みんな美意識高い。こんにちは、はじめまして、ありがとうございます。やほやほこんにちは、仕事終わりに見てます。ありがとうね、お疲れ様。みんな仕事の疲れを癒しています。皆さんの癒しになれるのならとっても嬉しいです。配信甲斐がありますそうなんです。またね、ありがとう。ネイルもねいつかしてみたい。ミミューさんとかネイル綺麗だから可愛いネイルしてる、見ちゃう、ついなんか爪って見ちゃいますよね こんにちは、フォローありがとうございます。爪は皮膚の一部だからタンパク質を取った方がいいよ。あーなんかさ、たまに爪のさ、爪にスンって一本の線出るときないですか。たまにあるんですけど、そういうときってタンパク質不足とかだったりするらしいですよねこんにちは、握手会再開したらネイル見たいかもでも私はまだネイルができないから地爪になっちゃうけどじゃあちゃんとケアしとかないとな。こんにちは、ネイルしない先輩もいると思いますよ。してない方もいらっしゃると思います。仕事はお疲れ。でもネイルすると爪がさ弱っちゃうって聞くから、なんか薄くなっちゃうんだって。削るからかな、オフとかするときに爪の端が悪い。あ、わかる。爪さ伸ばしてる時にさ欠けちゃったりとかするとさ結構しょぼんってなる。こんにちは、仕事柄手が荒れるから握手は恥ずかしいかも。恥ずかしいかも。全然全然、握手しよう。私も全然さ手綺麗な方じゃないから、なんかさ指がスラッてして長い方羨ましいなと思って。私は逆にあの全部ちっちゃいし短いから自分の手あんまり好きじゃないんです。そう弱っちゃうの。20分、ありがとうございます。あと10分だね。こんにちは、手が小さいのまでお揃いだねお揃い。
フォローありがとうございます。赤ちゃんみたいでもそうだね、手は小さい。私こうやってやったら大きく見えるけど、手が小さい？一緒だね。だからさ、手が小さいとつかみ取りとかさ全然得しないんだよね。全然つかめないから。こんにちは。手大きい。でも手大きいのいいなって思う。こんにちは。柔らかかった？本当に？よかった。ハイタッチ会ね、楽しかった。またできたらいいですね。この間はブースティーファン祭りでのハイタッチ会でしたけど、 NGT でまたハイタッチ会が開催されたりしたら楽しいだろうなって思います。こんにちは。タチタチタチ。ハイタッチ会でまとめ出しして100回、100回ハイタッチなんてもう数えられない。多分ずっと喋りながらこれしてないと。こんにちは。ハイタッチ前に手に香水つけてたって言ってた子もいた。ああ確かにみんな気にしてたかも、匂い。私は全然忘れちゃってました。もう支度が間に合わなくて、どうしようどうしようどうしようってなってたらもう時間になってて、あ、香水つけ忘れた。全部の部そうでした。全部の部というか1日目2日目どっちも追われて、時間に何もできずに始まっちゃった。ツーショットもしたいわね。確かにツーショットもしたいね。私はまだツーショットアイドルになってから経験したことがないので、したいね。そう、でもハイタッチは1回なんです。出しても最後にじゃあねータッチみたいな感じです。そうなんですよ、ワンショット動画。確かにワンショット動画でも、なんとしワンショット動画とかなんとお話ししたらいいかわからない。何々さん頑張ってねってなっちゃう。おしゃべり会より短い。どうなんだろう、秒数的には。セリフ決まってたんだ。あ、そうなんですね。じゃあよかった、無茶ぶり。ツーショット会は参加したことあります。お写真、どなたとどなたの言ったかな、大島優子さんと松井ジュリナさんと渡辺真由さんと木崎ゆりやさんかな、ツーショットはだったと思います。多分、はい。燃えゼリフとか言わされるの。じゃあ私のところにはそれをじゃあなくしてもらおう。セリフ言わないで関係ない話する子もいた。それはそれで楽しそうですよね。ツーショットそう行かせていただいてましたね。楽しい、楽しかった。
フリーにしてもらうフリーにしてもらうの、ちょっと頑張らないと、私頭フル回転させないと。こんにちは、キラキリアさん。ワイも特攻でツーショット撮った。お、特攻服いっぱいいました。そういえば私もオタク時代に、しかも丈が長い特攻服を着て方たくさんいましたね。27分ありがとうございます。一緒に紅葉見に行こうよってお題もあったの。ダジャレじゃん。一緒に紅葉を見に行こうよ秋だねそれ多分ね。懐かしい。確かにね、もう何年くらい経ってるんですか。4年くらい、 4、5年、どのくらいかな。だいぶ期間が経ってますよね、握手会とかから。まあ再開されてるグループもありますけどね。6年、あ、待って、そんなに経ってる、やばい、信じられない、6年ぐらい経ってるんだ。時の流れって恐ろしいねじゃあ握手会とか始まったらもう皆さんからしたら待ってましたって感じなんじゃないですか。もう大変お待たせいたしましたって感じですよね、私たちからしても。いつかしましょうね、握手も。ドキドキ。こんにちは。しようね、みんな握手。念願です。そうだよね。こんにちは。楽しみ。これからの活動がもっと楽しみになりますね。握力全然強くないんです私手のケア、そうだね、みんなじゃあ今日からハンドクリームを寝る前にしっかり塗りましょうハンドケア習慣。あ、29分だ。じゃあ大丈夫、見ます。よし、行きます。13位、カズツー、ありがとうございます。12位しげ、ありがとうございます。11位はる、ありがとうございます。10位まさふみ、ありがとうございます。9位こやこや、ありがとうございます。8位おにぽて、ありがとうございます。7位 OTGP、 ありがとうございます。6位 GPX、 ありがとうございます。5位あきひろ、ありがとうございます。4位パック、ありがとうございます。3位星系さん、ありがとうございます。2位ゆかり、ありがとうございます。1位マナポン、ありがとうございます。ありがとうございました。次は6時だっけ、18時、あれ何時からだっけ、18時半だっけ、ちょっと予定があれだったんですけど、あ、次19時からか、ちょっと空くんですね時間が。じゃあ19時、またお会いしましょう。19時から19時半で配信します。またお会いしましょう。またね、あとでね。ありがとう、時間教えてくれてありがとうございました。19時